なかなか芽が出ず、音楽をやろうとしていた若手声優に対し、音楽やる暇があるなら芝居やれと言った。お、山口くんだよ。その声優は、その一言で心を入れ替え、芝居に精進、その年にアニメの主演を取ったと。いや、でもいいことですよね、こういう先輩がいるっていうのはね。ありがたい、まあまあね、それで芝居に目覚めてくれればね。そうですね。いいですよね。しかもほらなんか アニメとかさ、洋画とか口に合わせればいい、いいっていうか、それが難しいですよねっていうイメージがあるけど、一番大事なのがさ、お芝居ができるかできないか、ね、もちろんそうですよね。なんか、そうそう、そこをもうちょっと研究したらっていうことですよ。ありがたいですよ、はい、本当にそういう先輩になろうかな。先輩でね、いやいやいや、先輩に言ってもらえるのがありがたいんですよ、我々からすれば。我々も言っていかなきゃいけないんですけどね。俺なんか小野勇気から言われるぐらいな。後輩じゃねえか。もう俺なんか介護老人みたいになる。辛いわ。杉田さん、あの何カットの部数こうなってましたよって。肩叩きましょうか。あ、小野くんありがとう、はい、浅戸拓也くんもありがとうねって言って、周りに助けられちゃってるよ先輩。俺も、もう今度会ったら肩叩いて。いや、何をしちゃいます。普通に入るじゃないですか。最近全然もうなんかアニメやってるの難しくなってきちゃって。もうなんかナルトでさ、カカシとかやってると楽で楽で、ずっとマスクしてるから。あ、バカバカないから。ラジオネーム銀玉とパソコンが人生の生きがいマンからいただきました。大丈夫か。自称年齢100歳です。あ、生きてるな。長生きしてね。はい、私が井上さんを初めて知ったのはまさしく銀玉の将軍暗殺編でした。まだハマり始めたばかりの頃で、一国慶城編は漫画で読んだだけでアニメは見ていませんでしたが、初めておぼろの声を聞いた瞬間、脳天から脊髄にかけて電撃が走り抜けたような感覚がしました。なんだこの渋くて艶っぽい声は。おぼろを好きになったのは他でもない、井上さんの声がものすごく大きいです。なるほど。井上さんの声を聞くために話の内容を知らないナルトのアニメや海外の吹き替え映画を見たり、すっかり和彦ボイスの虜です。ナルト知っててくれよ、知ってやってくれよ。何を見ようか、何を見ようか。サスケくんしか見てない子が若手でいましたよ。あ、マジか。内容が頭に入ってこない、まあ、あのサスケくんだけ見てるんでって。ふざけんなお前って言った。お、内容大事よ。一話から見てあげて、ね、これからもずっと井上さんとおぼろが大好きです。あ、よかった。ありがとうございます。よかった、はい、まだまだ ね、昔の作品もね、今いろんな媒体で見ることもできますから。15、6の女の子に電撃走らしちゃう、電撃ですよ。ビビ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 ビコンですよ、はい、すげえな。悪い会社があるもんだね。エレキじゃないギターだ。カズミさん、それはアコギ。うまい。いや、ご自分が言ってたんですよ。うそう、俺が言ったの。ガゼコさん、自分の言葉に責任持ってる。エレキじゃないギターだね、アコギって言ってたのは、ガゼコさん自身です、他でもない。いいな。そんな面白いこと言ったのか。言ってます、言ってました。すごいな。ラジオネーム、ケロマスさんです。自称16歳です、うん。私が最初に井上和彦さんを知ったのは、アンパンマンでした。私はカツオブシマンのあの渋い声が幼い頃から大好きで、あれ以来スキンヘッドの男性がタイプです。またカツオブシマン、カツオブシマンのカツブシマン、カツブシマンの活躍を期待しております。やった、カツブシマン来ました。カツブシマン、やっぱ入り口いろいろありますね。ねえ、カツブシマンですよ。一つひとたび剣を握れば、ね、はい、アンパンマンの世界でそんなかっこいい声が。アンパンマンの世界ですからね、世界観。このいい声が入ってくるわけですよ。いや、なんでしょうね、あれ。なんでしょうね。でも、なんか必ず語尾になんとかでござるって。ああ、武士ですからね。わかりやすい。かつ武士ですから、うん。で、特技はお蕎麦作るとことだからね。だしじゃねえか。そう、だしだ。自分がだしになるやつだ。で、あの剣がかつ武士剣って言うんだ。ああ、そうか。かつ武士マンって俺見たことないかもしれない。僕もないです。本当。なんか2ヶ月に1回ぐらい出てくる。へえ、あ、そうなんすね。結構頻度高いんだ、うん、そう、意外とね、うん、僕も年1ぐらいで歯磨きマンやってたけど、歯磨きの季節にならないとね、うん、出てこないんでね、うん、6月4日あたりで、うん、ね、うん、いやいやいや、死ぬパターンがなくなっちゃうから、ね、
もう死なないんだったらもういっそもう宇宙空間に放り出すしかないそのカーズみたいな別作品だな一緒にやってたんだよねそうそうそう同じ空間だったんでしょ週間に2回さそうやって激闘でそうどっちも戦ってるあの曜日でも戦いこの曜日でも戦いそうそうそう水曜と金曜で戦ってました言っちゃったよっった水金週に2回和彦さんのバトルジョジョの最終回で和彦さんがこうねポソッと次はさ仲良しの役やろうよいいな仲良しの役やりたいっすわ僕だって仲良しの役なんかやっでもまあ、ね、この3人は、うんあのね、某ゲームで教師やってますからねそうだよ ね, そうだよね6人でね、うんうんうん、僕のお世話係この間もなんか怪しい外国 の, あのアニメでやったじゃん ありましたありましたありましたトゥービーヒーローやりましたちょいちょい仲良しだよそしたら来ましたっていうねやろうよって言ってたら仲良しになっちゃったじゃんうーんいきましょうこちら、うんラジオネーム、誰だこれ誰だこれってなんだ、匿名の15歳の女です15歳かもう10代ばっかりだ、はい、こんにちはこんにちはやっぱりあれですか新八役の坂口さんはツッコミの練習とかしたんですか雑だなこれ本名を読んでやろうと思ったら本名が難しくって本名難しい正しい読み方が分かんないんですよあ難しいね、うん、あなるほどねもうツッコミの練習なんかするわけないじゃんはいねええ普段からツッコミしてるわけじゃないしねはいうんダラダラと生きてますよ普段はもうちょっと穏やかですからねねあの麻布十番のあのスタジオの前にジョナサンあるじゃないですかあるあるあるあそこでご飯食べてたら隣の女子高生が、うん、あの銀魂の声優さんの顔見てショックだったっていう話しててなんでこんなおじさんが当ててんのって言ってしょうがねえだろっつってな俺のことだなとでもね大ちゃんじゃないあと新八くんは可愛いって言ってて絶対俺より坂口さん年下だと思われてますよ結構思われてるよ、ええ、なんで杉田さんにあのタメ口なんですかとか怒られるもんタメ俺先輩だっちゅうねん女子高生にモテモテでしたよ新八くんの人可愛いって言ってたから杉田さんとか釘宮さんにタメ口を聞くのはやめてください上の人だっつうんだよ上なんだけどなと思いながらね、うん、それ面白かったなそういうことあるからね、うん、あるんですよ、うん、あるある恐ろしい話ですよ、うん、これも10年ってことでしょうかねはい、うん、よろずやの立ち位置がそのまま声優の立ち位置になっちゃったはい、はい、うん、割と相談を受けるイメージのあるゆかなさんですがはい僕もいっぱいあの悩みを持ってもらいましたそうでしたね、そんなことあったね、はい、事務所がなくなってフリーになって僕どうしたらいいんだろうみたいなそしたらアトミックモンキーってところが僕を拾ってくれそうなんですって言って、うん、じゃあお祝いだねって言ってお肉をおごってくれたから、うんうん、そう高い肉だった、うん、そうで鍋の中のほらあのアクを全部ゆかなさんが作ってくれてさ、うんうん私これ趣味みたいなもんなのって言ったから常に澄んだお湯でこうお肉食ってたな悪奉行ですねだってさだってさほらねこの子は、うん、この子はこの子は杉田くんは結構さ思い詰めてもずーってこうなんか一人でどんどん穴掘っていっちゃうからもうねよしよし、ね、母さんねねしかもよしよしも声かけてくれないとなかなかって言えないじゃない、うん、なんか自分から聞いてくださいとか言えないじゃん、はい、そうです、ね、そうです心配だった嫌な汗が一般出てきてこんな杉田さん見たことあんま見ないですよねそうなのあれそうなの全てを見抜かれてじゃそんなことないいやもうほら頼りにしてますもちろんですあれ、はい、あの当時ねあの将来的には、うん、あの僕がこうおごる側とかみんなを面倒見る側に回れるように頑張りますって言ったの何年前だこれなんかだってなんかさそんなにお金持ってるわけないんだから、はい、そんなの気にしなくていいんだよって言って、ちょっといい食べ放題に連れてたんだよね、なんかじゃない食べ放題じゃないと、はい、なんか遠慮しちゃうじゃない量を男の子だから、はいはいだからなんか食べ放題だからいいんだよって言って、はい、すげえ気遣いできる話いやいやいやそしたらなんかすっごいまっすぐ僕がじゃあ もっとなんかごちそうできるようになるように頑張れやめてくださいやめてくださいお願いです今回紹介するのここまで自分が始めたんじゃんすいませんこんなイメージですかねふとしたそのなんだろうアクセサリーの配置とか普通の人が真似したらただゴテゴテしてるだけになるのに桜井さんだと一貫して何かまとまってるんですよ
美的センスですよ。なんかすごい褒めてくれるんですね。褒められてますよ。本当ですね。真似できないんです、だからそれって。だからいつも見て、そういう組み合わせになるんだと思って。セイントビーストの時に、もう大変だね、どんどん。ネックレスのチャームみたいなものがいっぱいついてる時があって、それこそチェーンも2、3本ついてて、でもすごいまとまってた時があったんですよ。うん、それ今、すごい久しぶり思い出したよ。よかった、思い出すもんだね。なんか一貫してバラバラに見えるんだけど、実はまとまってるっていう、モチーフにもちゃんと統一性があってっていう。この人のレベルはやっぱ群を抜いてるなと思って。そう見られてました。うん、おしゃれレベルが。セイントビーストもメール読まなくていいんじゃないですか。プロファイルで終わるから。おしゃれレベルが群を抜いてるなっていう。いやそう、ありがとう。いやいやいや、うん、次行きましょう。今度あげるね、なんかね。ありがとう。一回欲しい欲しいって言い続けたら、ベストくれたことがあって。ベスト坂井さんのベスト超かっこいいです。って言ってたら、それくれたことがあげるよ。今でも宝物ですから。よかった。ほっとかっこいいですよ。わかったよ。ほっとかっこいい。またあげるから、なんか欲しいなと教えて。ありがとうございます。